ですよ。ミルカ、どうもミルカのつむぎです。今回は国会議員の集まり議員連盟について紹介していきたいと思います。ミルカチャンネル。国会議員をはじめとする政治家は仕事上さまざまなグループに所属しています。それは政党であったり会派や派閥であったりさまざまです。議員連盟もその一つになります。そのため議員連盟とは何らかの目的を持って集まった議員のグループであると言えるでしょう。例えば中国との友好関係を促進するために集まった日中友好議員連盟や、タバコを吸う議員で集まった黙々会、もしくは、議員たちで結成されたバンドのギーンズなどがあります。議員連盟の特徴は3つあると言われています。1つ目は連盟ごとにルールを定めることができる点です。議員連盟は派閥や政党よりも目立たない存在ですが、なんと約300種類もあると言われており、その一つ一つに規定が定められています。例えば自民党だけといったように特定の党の議員だけが入ることができる議員連盟や、超党派と言われるようにどの政党でも入ることができる議員連盟、他にも趣味、特定の趣味を持った人たちが集まる議員連盟などがあります。先ほどの議員図や黙々会などはこの3つ目に当てはまると考えられています。2つ目の特徴は議員連盟は申請が不要な点です。例えば政党などを作るときは国などに申請する必要がありますが、議員連盟は2人以上が目的を持って結成された場合、それは議員連盟になります。3つ目の特徴は加入できる数に制限がないため、複数の議員連盟を掛け持ちして入ることができる点です。ただし現実的には付き合いで加入している場合や名前だけを貸している場合などもあるので、100以上の議員連盟に所属している議員もいるそうです。以上3つの特徴から政党や委員会などと比較しても非常に緩いグループであり、政党という枠組みを超えた比較的自由な交流ができると言えます。大学でのサークルに近いイメージかもしれませんね。ではなぜ議員はそれだけ議員連盟に所属するのでしょうか。こちらも3つの観点から説明していきます。1つ目は政策理念を表明そして実現するためです。例えば議員連盟の一つである豆腐議連は価格競争に苦しむ豆腐店を支えるためにできました。政党の枠を超え政策に賛同する議員を集めやすいといった特徴を生かしたものであると言えます。また不登校の児童について考える議員連盟に所属することによって、その議員が不登校児童や教育問題に取り組んでいるといったようなことが有権者や講演会にアピールすることができます。2つ目は票やお金を集めるためです。この議員連盟には後援団体がいる連盟もたくさんあります。例えばパンに関する議員連盟には全日本パン協同組合連合会との関わりがあるため、その議員はパン屋さんからの票が得られやすくなります。また選挙の時に寄付や支援をもらったりすることにもつながります。3つ目は議員としての昇進のためです。例えば国土交通大臣になりたい議員はその仕事と関係する土木や道路に関係する議員連盟に入ります。そうすることで議員として土木に関する政策に精通しているというアピール材料になるので、他の人から大臣に選ばれやすくなるといった特徴もあります。もちろんこれらの3つ以外にも単純に自分の趣味に合うから入ったとか、先輩議員に誘われたから入ったという場合もあります。この議員連盟は政党や派閥よりも目立たない存在ですが、様々な場所で活躍しており、なんと法律の制定にまでつながった事例もあります。皆さんもこの議員連盟に少し着目してみてください。以上で本日の動画は終了です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、新しい動画はこちらです。次の動画もぜひ見てね。バイバイ。